強くなりすぎてやりごたえがないな。はい、はじめまして、天才小学生ヤネスケくん。今から君とゲームをする。君の家の電子レンジに爆弾を仕掛けた君のその頭脳を使って解除してみろ。誰だよこんなにいたずらしたの。まさか本当にあるわけ。あった。ま、どうせおもちゃだろ。ゲームやろっと。よいしょ。いけ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 。次の設置場所は女子トイレ。本当に女子トイレに爆弾があるのか。いや、だとしてもさすがに女子トイレはまずいんじゃ。マジでダッシュよ。いいよ。ああ疲れた。ほらお水飲みなよ。ありがとう。遠慮せずにもっと飲みな。え、ありがとう。これで根汁をトイレに向かわせて爆弾があるか確認しよう。はい、ダサイコサルは謎王門を書いて有名になったんですよね。ああ全くトイレに行く気配がない。もう俺が行くしかない。先生、トイレ。お前は先生をトイレみたいに汚い人間だと言ったのか。違います、トイレ行ってきます。ネスケ、あいついつ帰ってくんだ。先生トイレ。だから先生はトイレじゃないって言ってるの。あれ、誰か入ってるの。あー、漏れちゃう。それで女子トイレに入ったと。はい。大人を飲めるなよ。そんな時今で死んでるぞ。連れてけ。ちょ、お前。おら、入れ。いらっしゃい。君は何の罪で捕まったのかな。女子トイレに入ったことによる建造物侵入罪。見た目の割にワイルドなことするね。あんたは覗き見さ。実は昔から投資ができる特殊能力があってね。ちなみに君のパンツは黒。え、本当にわかるの。まあ本当はズボンが破けてたから見ちゃってあげるんだけどね。あー気色悪。待って、本当だって見せてないから。信じてくれよ。なんだここ。はい、うわ、お待たせしました。バンカラ夏祭りよ。あ、エネスケくんのお母さん。でもバンカラってどういう意味だ。何やってんだよ。俺はもう帰る。何やってんですか金子さん。ここは学校の屋上ですよ。出てってください。いいからみんな楽しくするわよ。まずは金子射的。私を倒せば豪華景品よ。すげー、やります、やります、楽しそう。先生見て見て、よし、もう一回だ。残念、次は俺の番だ。ずるいだろ。こうなったらできた。
これで俺の勝利だ。おれ、どうなってんだよ。はい、4発撃ったから400円です。ひどい。キーコ傾きよ。あえキーコボードリー。キーコ輪投げ。それブラー。はぁ、そしたら最後はキーコ救いよ。キーコを救ったら豪華景品もらいます。ピチ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 。はぁ、よし、ピチ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 。あら、壊れちゃったわね。100円。もうこんなの無理よ。重いんだったら二人で力を合わせよう。あらま、破れちゃったわね。600円。おかしいだろ、こうなったら。できた、このババアを捕まえろ。おりゃー、こんなんじゃ捕らえられないわよ。私の解放者ね。うぅぅやった、俺たちの勝利だ。ヤネちゃんやるじゃない、私の負けよ。じゃあこの景品もらっても。もちろんだわ、お祭りじゃない。やった、私はこの夏祭りを通じて大人の汚さ、そして仲間の大切さを教えたかったのよ。お母さん、みんなやったぞ。イエーイ、お母さんありがとう。おい、なんだこれ、全部空じゃないか。だから言ったじゃない、これはバンカラ夏祭り、すべてが空っぽなのよ。あ、お財布がカラッカラだからバカラでも行こうかしらね。ついに今日は日本の凶悪犯を倒すという奇抜テストだ。これで見事に成功したら忍者の称号を手に入れられる。その相手がこいつだ。細神キイコ、屋根助のお母さんだ。とうとうこの時が来たか。皆の者、健闘を祈る。3、アフラアフラー、はい、しゃ。ここから無防備になった瞬間に奇襲をかけてやる。入浴剤で綺麗になるぞ。あ、こんなとこにいい入れ口があった。よいしょ、綺麗になるぞ。ルン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 ルクルンルク、ドバドバドバ。あ、ショッピーのライバルのお手伝い、行かなきゃ行かなきゃ。やられたようだな。手強いわね。だが俺はどうかな。5秒も経たずに死んでしまう猛毒だ。何これ、私毒は大好物なのよね。なんだって、多重影分身だって。あら、ヤネちゃんの友達、毒のお返ししてあげるわ。なんて毒だ、耐えられねえ。なんて術を使うんだ。私に任せるでござる。あ、お茶持ってこう。なんだったんだろう。まあ、いっか。これはまずいぞ。ショッピーのライブまであと30分か。息子には見せられないけど、ショッピータイムしちゃおうかな。ショッピー、ショッピー
なんて硬い皮膚だ。いい加減にしろよ。変化の術。ショッピー？キイコさん、目つぶってちょっと一緒に来てくれるかな。はい。お前らよくやった。任務完了だ。そして見事忍者の資格を授ける。やったね。卒業写真を撮るでござるぞ。みんな忍者だから結局写真撮るときも隠れちゃうんだよな。笑っちゃうよ。ほんとよね。なんでいるんだよ。私にはヤネちゃんのついで器用がついてるのよ。それではお昼休憩の時間です。お昼はグラウンドに一番近い日陰の場所が最適だわ。あった。よいしょ。あら、この場所は私が1年前から予約してたのよ。あなた、ここ私10年前から予約してた。これちょっと、あなたたち旦那だよ。何よ、ちょっとどうぞ。お前の嫁がめついな。お前の嫁もな。それでは3種目目、綱引きを行います。位置について、よーい。よし、楽勝だろ。弟、パワーじゃ負けないぞ。フォーメーションへ。やべえ、なんでこれ、絶対引っ張れねえぞ。フォーメーション Z。 いけ。白組、こんなに負けるようなような力じゃ優勝できねえぞ。お母様の乱入は禁止です。いいでしょう、人数は変わらないし、息子のピンチを救うのが母親なんだから。このままじゃ負ける。それが許されるなら私も参加するわ。綱が切れたため引き分け。私の勝ちよ。最後の種目は色別対抗リレー。赤組ヒーター、ユート、ヤネスケ。白組マッツー、アツタ、ケイタ。そして赤組と白組の点数は同点。つまりこのリレーで勝った組が優勝だ。負けないぞ。見るからにとろそうじゃねえか。楽勝楽勝。位置について、よーい。おっせき、これは余裕でね。てなんだよ。えんか、簡単には行かせないぞ。行け、聞いた。聞いた。うんこ野郎、この手を絶対離さないぞ。メガー。言えた。サンキュー。お兄ちゃん頑張って。弟よ、あとは頼んだ。だいぶ差がついてるし、これなら勝てる。私の息子に何してくれてるの。ママ、ありがとう。純子さん、ラブ&ピースで行くんじゃなかったですか。人類の子供、みんな可愛いね。これ、私、ほっとけないよ。
俺たちの間に安っちい感動ドラマはいらねえよな。当たり前だろ。あくまで勝ちにこだわれ。スピードじゃ俺にはかなわねえよな。くらえ！おおおおあーしゃいけ。あザマミロン。くそその靴なしじゃなんもできねえんだな。こんなのなくてもヤネスケ仲間の応援があればヤネスケ俺は走れる。ヤネスケ負けたらゲーム一生禁止だからな。望むところだぜ。ゴール！勝敗が分かりづらいのでビデオ判定に移ります。ヤネスケお前意外にやるじゃねえか。ケイタもな、どっちが勝っても恨みっこなしだ。結果が出ました。こちらをご覧ください。判定するのが難しいため両者引き分け。スポーツに勝敗は必要ない。楽しむ心があればそれだけでいいです。いい加減にしろ。ハッピー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 みんなで make a good ride 洗濯物みたいなワイナーハッテラフリーマンに息子で一儲け、お小遣いはなしのブラックなハッテ。